どうもこんばんは。千住クラスエンタメライブの時間でーす。ということで、ということで、はい、私は千住でございます。よろしくお願いします。そして宮島めぐがお届けいたします。よろしくお願いいたします。テンション高いですね。いや、今日はこのぐらいしてないとね。ちょっと今日暑いんでね、なんかね、この会場の中ね、うん、そうそうそう、こんな感じ暑くねやりたいなと思ってますけども、はい、さてさて、はい、もうね10月も入り、いよいよもうだ、ね、中旬ですよ。いや中旬、ええ、あれ下旬か、もう下旬か、年末に向けてなってます、いろいろと、まあっという間ですよ。あ、今年もってことですか。そうです、そうです、そうです、はい、そうです、あ、そうですね、まあそうか、月で言うと中旬でございますけども ね、いやいやいや、なんかもう年末に向けていろいろとあれじゃないですか、活動とかっていうのは。あ、ね、そうですね、さんもね、いくつかありまして、はい、そうですね、あの久しぶりにあのラーバスガイドスが久しぶりに、そう、私あのなんていうんですかね、はい、オープンなライブはちょっと久しぶりということで、はい、10月のですね、26日土曜日に、うん、あの川口資産品フェア2019っていう、はい、ちょっと噛みましたけど、はいはいはい、2019っていうイベントに出演させていただきます。あ、なるほど、うん、去年も一昨年も出演させていただいて、例年出てるんですね。そうなんです、お世話になってるんで、川口で、はい、なるほど、26日の土曜日の、13時30分から。お、あ、もう時間まで、はい、決まっております。あの観覧無料なので、あ、ぜひ、そうなんですね、はい、ご乗車お待ちしておりますということでね。そう前回の、はい、ヒーローのヒーローショーの後だったんで、はい、なるほど、なんかね、やっぱどういうこと、難しいよね。あ、そうかそうか、ヒーローに持ってかれてしまってね。そうですね、あ、そうなんです、そうでしたね、そんな回もありましたね。今年は負けません、はい、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ということで、あの、ね、本日も、はい、ね、負けそうですけど、ちょっとね、そうなんですよ、ゲストさんが素敵な感じで、はい、はい、来てくださいましたけども、はい、紹介のほどよろしいでございますか。はい、はい、今夜のゲストはクッチーさんが登場します。ポップでファンタジーな笑顔あふれるキーボードプレイヤー、ライブサポート、レコーディング、さらに今年流行りのストリートピアノにも参戦しています。なるほど、今年7月7日にはファーストソロミニアルバム星の金貨をリリース、そして先日10月13日に自身初のバースデーソロワンマンを無事完走させたばかりということで、今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるんでしょうか。ね、前回あれですよね、はい、サポートで来ていただいたんですね。そうなんです、うん、あのアップルジャム、そうですね、バンド、はい、私もサポートしてるんですけど、そうですね、そうです、その時にクッチーさん出ていただきまして、はい、今回ソロということ、そうなんです、もう私は個人的にキラキラ王子って呼んでます、はい、はい、本人には言ってないんですけど、初めて、あの勝手にもうとにかく眩しい感じの方です、はい、いや、まあ、そう思います。お楽しみにということで、はい、ということで、はい、準備の方はよろしいですか。じゃあそれではよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。くっちーでーす。イエーイ、ありがとうございます。この時をすごい楽しみにしてました。今日はね、ご覧いただき、そして、会場にお越しいただき、本当にありがとうございます。最後まで楽しんでてねー。イエーイ。これはまだ続けていいんですか？いいんですね。わかりました。じゃあ、ここでね、クッチーライブでは、恒例となりましたリクエストタイム、そして、お客さんが主役になるシンギングタイムってものがありましてね。そう、まあ何度やって話なんですけども、リクエストタイムはもうその名の通りです。お客さんから、この曲を弾いてほしいって言ってくれたリクエストに対して、知ってたらね、こうお答えするような形になります。でシンギングタイムっていうのは、お客様が歌っていただくっていう、お客さんが歌いたいっていう曲、またこれも自分が知ってたらって判断基準になってるんですけど、これでワンコーラスでもフルコーラスでも歌うことができるという、そんな、ね、めったに生演奏で歌えるって機会ないと思いますんで、これを機会にぜひ挑戦してみてください。じゃあまずはリクエストタイムが入ってみますか。ありますか、何か、お客様の皆さん、そしてあと CWAVE にお届けのコメントからでも、いけたらいいなと思ってるんですけれども、ないかないか。いきなりじゃないか。そうなんですよ。大体はないんですよ。なので、そう。まあね、ちょっと今日はライブ時間に限りがございますので、なんか普段だったら、こうね、例えば、米津玄師さんの、レモンって言ったら。なんかね、こういう風に弾き始めるんですよ。まあ、こうやって、曲をいろいろ言っていただいて、こう、リクエストでも展開していくっていう感じで。これやってるとね、あっという間に時間経っちゃうんですよ。そうなの。気づいたらライブ時間2時間とか超えたりしてね。そう、これはあるあるのことなんですよ。じゃあね、シンギングタイム。もう、これも多分ね、いないよね。勇気ないよね。まあね、生ラジオですので。ということで、ちょっとね、打ち合わせを、いたしまして、ここでね、こちらメインパーソナリティの、宮島めぐさん、ここでご登場していただきましょう。どうぞイェイ。さあ、やってまいりました。シンギングタイム、今日はね、めぐさんの力をお借りして、一曲ね、生ライブで披露させていただこうと思います。普段は、はい、ラジオとかでは歌われないんですね。歌ったことないですね。ないですか。この番組も、はい、そのアップルジャムのサポートで出たことあるんですけど、はい、こうやってね、そう、コーラスでね、歌う初めてだから。ですよね。ということで、初の試みです。これ、この瞬間をどうぞお見逃しのないようにしていただければと思います。じゃあね、お送りする曲はですね、ちょっとね、お好きな曲なんですよね。紹介をしていただければ。じゃあ、スキマスイッチの奏でという曲を。はい。少しだけね、お届けさせていただきます。ありがとうございます。一番緊張した今までで。そう、こんな感じです。みやみくさん、ありがとうございます。ありがとうございました、ね、大きな拍手を。
カメラの前、カメラの前じゃない、インターネットの前の皆さんもありがとうございます。はい、ということで、そう、そんな感じなんですよ。ちょっとリクエストタイムがちょっとね、一曲も、あ、いい？やる？どうぞ。雨音はショパンの調べ。お、懐かしい曲来ましたね。じゃあ、これね、まだ大丈夫ですよね。じゃあ、ワンコーラスだけお答えいたします。ショパンのセフェリクエストにお答えいたしました。じゃあ続けてオリジナル曲をもう一曲お届けいたします。埼玉県に、あ、俺埼玉県出身なんですけれども、埼玉県には海がありませんが、海がとっても大好きで、海辺の 夕焼けを見て作った曲です。聴いてください。茜空。Thank you.
ありがとうございます。あかね空という曲をお届けさせていただきました。もうお時間、あ、まだ、あ、なるほど、わかりました。じゃあね、今度最後の最後に、ピアノで一曲ね、お届けさせていただこうと思います。こちらはですね、先ほど紹介、いただきました、こちらのファーストミニアルバム星の金貨、全6曲入り、1500円で販売させていただいておりまして、ライブ会場ほか、郵送でも、こちらをね、受付しております。その中からですね、海という曲をお届けさせていただこうかなと思います。それでは最後に、綺麗な綺麗な、そして、どこかこう優しくてどこか強い、そんな海をお届けいたします。
ありがとうございました。クッチーでした。いや。さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ミカさんもありがとうございます。この後、トークに行きたいと思いますが、はい、一旦 CM をご覧ください。はい。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想尽かされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。まっすぐだよ。下の口を選ばない。あそこで元気もらえるよ。うーん、いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい、君のその笑顔に。あったかいあったかい、僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。小野光平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市、勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今フロントでくれてる森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はそれで3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。お名前は
藤原理沙です。パッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の金の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わってみたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ、また会いたいよあの場所で、君と巡り会えた、また会いたいよ、もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を、さあ次の敵はどんなモンスター。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育医療介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお届けしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp までメールしてください。また現在ご覧になっています YouTube、Twitter の C Wave チャンネルでもコメントができますので、じゃんじゃんコメント書いてください。はい、改めまして今夜のゲストはクッチーさんでーす。イエーイ、キラキラ王子、キラ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 、すごいですね、本当ね。いやー、この時を待ってましたよ。ありがとうございます、お呼びいただいて。まさかこのシチュエーションで一緒に出るなんざ、ちょっと斬新ですね。絵的にどういうふうにしてんのかな、これ。大丈夫かな、ね、すごい。連弾でございます。ね、連弾でございますけど。キラキラしてましたでしょ、ね、してたね。してましたよ。いつも眩しいんです。ねえ。で、笑顔で弾くっていうのもそうですけど、たまにさ、弾いてて、なんか、こうやって、口が動いたんですよ。あれは何を、メロディー、そう、メロディーもあるし、はい、まあ、歌詞がついてる曲に関しては、その歌詞を、たまにね、歌ってたり。あ、なるほど。実際、じゃあ、音源では歌詞がついたりとかするんですか？ついてるものもあります。あ、はい、そうなんですね。あ、それはご自身が歌うっていうわけじゃなくて、なんかゲストボーカリストみたいな。そんな感じでございます。ね、はい、先ほどのね、はい、めぐさんとも、はい、いきなりコラボで。ありがとうございます。いやいやいや、 MC やってて一番緊張しましたね。でもなかなかこの生ねピアノでこうね演奏歌えることないんでね。そうですよ、皆さん歌えばよかったのに。そうですよ。いやいやいや、すいませんけど。いやいやいや、本当に、まあ、これ画面上出てしまいますけどね。ねえ、ね、あ、でもこういう感じの展開でライブもやったりとかしてるんですか？そうです。ああ、はい。で、この間もワンマン終えたばかりで。そうです。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。ね、誕生日、おととい迎えました。いや、なんか言い方がさ、ね、まあ、キラキラって言えば聞こえいいけどさ、はい、ちょっと軽い感じがする。このノリね。ノリで生きてます。ノリで生きてるね、本当に。はい、でも、実はあれなんですよね。めぐさんとの流れで、今回ゲストもね。そうです。ねえ。そうなんです。ここ初出演は、アップルジャムさんが出演した時にサポートしてたので、その時にね、はい、初めてこうさせていただいてね、はい、また出てーと言ったところ、ね、快、はい、く引き受けていただいてね、はい、本当にありがとうございます。喋るな。私何も言えなかった。そう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 、何も挟めなかった。ちょっと黙っときます、ね。いいんです、いいんです。どんどん喋って。え、それが初めてなんですか、メグさんとも。そうですね。アップルジャムの、ライブがあって、アップルジャムと、小池さん。
のツーマンライブっていうのがあったんですよね、はい、その時に初めて出会いまして、で、はい、サポートでコーラスも、はい、私もアップルジャムコーラスをやって、そうです、ね、サポーターズみたいな、サポーターズサポーターズまあ話がアップルジャムサポーターズです、はい、そうです、なるほど、そういうつながりがありまして、ね、でご自身でもね、はい、やってるという感じで、そうです、これ実はもういろいろと、ね、経歴的なものを資料いただいてるんですけども、はい、これ思ったのが、うん、3歳からピアノ教室、はい、そうですですよね、気づいたら習ってましたね3歳で弾けるもんなんですか、どうなんですか、はい、どういうの、なんかね、ちっちゃい頃にあの炭酸電池8本ぐらいで動く、あの、はい、ちっちゃい光るやつが、はいはい、光るやつが、はい、であれでなんかポールモーリア弾いてて、うん、でその流れてきたものにこう光に対して押していくみたいな、あ、あれにハマって、まあね、その流れでこうピアノ教室、そうかそうか、うん、やっぱ、ね、子供の頃っていうか、まあ、ある意味まだ 赤ん坊とも言ってもおかしくないぐらいの年齢だったら、ね、なんか光るものを押したくなるみたいな、そう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 、そっからなんですね、そういうことです、でこれまたびっくりしたのが、はい、このね、年少期に、はい、まあ、かすって聞いた YMO にハマり、はい、そうですね、歌がなくても売れるんだっていうこの発想、そう売れるって発想がこの年少期あるかなと思って、うん、もう幼少期はね、カセットテープで車の中でね、まあ、90年代の曲とかいっぱい聴いてたんですよ、その中で、YMO だけが入ったカセットテープがあって、それ聴いたらもう歌がない曲が一つ流れてきて、 でも頭に入ってきて、うん、あ、歌がなくてもこうやって売れるものがあるんだっていうの、売れるっていうのはね、これ発想がねえ、そう、ね、それでちょっと衝撃的で、そうなんですよ、そう、その流れは、へえ、そうなんですね、でじゃあピアノはどちらかというとクラシックでやったんですか、その、ですね、その小学校の時に入るとリトミック科っていうのからピアノ科に移るんですね、はい、でその時に、まあ、隣の部屋からもこうバンバンクラシックの曲が聞こえてくるんですけど、はい、うわ、こんな早いの弾くの嫌だと思って、そこからですね、クラシックではなくて中学3年生まで習ってたんですけど、ポップの方へ、はい、ずっとやっておりました。で YMO の影響で坂本龍一さんの曲とかもこう、うん、やってたりしました、ね、さっきちょこっと聞いて、ね、はい、弾いてもらいましたけども、はい、僕も好きなんですけど YMO ってね、はい、ちょっとなんかいい、いいですよ、ちょっとじゃあ BGM ちょっと聞こう、なんか YMO の代表曲といったらもうこれでしょう感じですね、ありがとうございます、もうね、間近で指のこのね旋律をね、はい、見るのはすごいでございますけど、ありがとうございます、ね、ちょっとやっぱ軽いんですよね、ちょっと語尾上がるんだよね、ありがとうございますって、それすごいですけど、イエーイこんな感じでお送りしてるんですね、毎回、はい、ライブの時もそんな感じなんですか、そんな感じ でしょうねねえ、で今回実はあれなんですよね、はい、新曲、はい、あります、ね、はい、ございまして、はい、でちょっと用意していただいてるんですよね、はい、そうです、それはちょっと音源であるということなんで、はい、大丈夫でしょうか、ね、聞いていただくのちょっと曲の紹介、まず1曲目の方、はいはい、ではですね、おととい10月13日に配信限定でリリースしましたファースト、ソロシングル、クッチーフィーチャリングはるかさんで、星の金貨お聴きください、どうぞどうぞ、
すまち離れた故郷を思い出して涙をこらえる日々泣き笑顔で送り出した母と壮大ですね。です。ねえ。弦がすごい綺麗ですね。ね、綺麗ですね。ありがとうございます。これ的に生な感じで弦も。そうです。生ピアノで、グランドピアノで弾いております、ね。ほうほう。すごいですね。やっぱ臨場感が出ますね。はい。で、これ実際このボーカルの方は、はい、クッチーさんとやっぱ知り合いというか。そうですね。またすごい方にコラボしていただきまして、はい、あのメタルバンドのティアーズ・オブ・トラジティの、はい、歌姫、はるかさんに、ね、歌っていただきました。おそう、長年からこうコラボしたいねって話してたんですけど、まあ、なかなかちょっと実現できなくて、今年初実現して、なるほど、レコーディングも協力していただきて、ね、素晴らしいですよね。このね、ジャケットも、この、こちらのアルバムの方もそうなんですけど、はい、本当にものすごく、なんていうんですか、この、これも絵も素晴らしい感じでございますけども、はい、これは、お知り合いというか。そうです。こちらに関しては、そう、あの、青木智代さんっていう、あの、はい、チョークアートの。チョークアートの、はい、チョーク。すんごいんですよ、本当に。いろんな絵描かれてて。ね、こちらに至ってはですね、こちら音楽仲間です。スカイソングっていう、あの、神奈川県の藤沢で活動してる、はい、女性二人ボーカルのユニットなんですけど、そちらの、カオルさんに描いてもらいました。あ、はい。あ、歌ってる方が書いてくれたんです今回は。そうなんですね。はい。ねえ、そんな感じで星の金貨と、ね、あともう一曲ゆらりらって曲があるんですけど、ゆらりらのちょっと花びら感というか、なるほど、それをミックスしてるんですね。金貨と表現素晴らしい。はい。じゃあその曲もちょっと流しましょうか。はい。ボーカルはまた違うんですよね。そうなんですよ。先ほどちょっと話にも上がりましたが、ね、アップルジャムのボーカル、ミカさんが歌っていただいてます。ね、はい、曲名はですね、ゆらりら、You Love, Live Love でゆらりらです。はい、じゃあこちらもね、お聴きください。どうぞ。どうぞ。空の下で星を見上げて、
かりに包まれて寄り添う。いつもどんなとこにいてもあなたはすぐにそばに感じられる存在。あなたが笑うたび二人いやいや、はい、この曲はなんか異国情緒あふれるような、はい、それこそファンタジーな、そうですね、ね、仕上がりになってますね。こちらは星の金貨とまたファンタジーな感じと違って違います、ね、こうパワーバラードなちょっと説得力みたいな感じの曲になっております、ね、はい、ほら実際ミカさんも、ね、ここに2回ぐらい出ていただいてるんですけども、はい、その感じのなんか歌う感じ違いますよね。なんかこの曲に寄り添った感じがして、うん、素敵なバラードでございますけども、はい、メールが来てるんですよね。はい、ちょ紹介していただいて、ありがとうございます、はい、では紹介します、はい、政治お兄ちゃん、めぐちゃん、くっちーさん、はい、会場にいる T 君、こんばんは、デニコです。バイバイ、はい、こんばんは。はじめに、今回の台風で亡くなられた方々のご冥福と被災された方々にお見舞い申し上げます。くっちーさん、はじめまして。はじめまして、うん、皆さん台風は大丈夫でしたか。うちは被害もなかったです。くっちーさんのピアノ素敵です。ありがとうございます。優しくて切なくて、くっちーさんの笑顔が優しい。めぐちゃんがキラキラ王子と呼ぶのもわかります。そうなんです。めぐちゃんとのコラボも良かったです。奏では、大好きな歌だったと。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。さて今日は何の日。今日はキノコの日です。あら、キノコ、はい、キノコの消費拡大と生産振興を図るためであり、また10月はキノコが多く取れることから日本特養林産振興会によって制定されました。皆さんはどんなキノコが好きですか。クッチーさん、これから寒くなるので風邪などひかないように頑張ってください。ありがとうございます。お姉ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃんって言っちゃったいやごめんなさい。いや、政治お兄ちゃんとめぐちゃんも、それではまた、バイチャ。そしてですね、追加で、はい、デニコさんが、はい、クッチーさんにリクエスト、はい、マッキーのどんな時もお願いします。クッチーさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。デニコさん、ありがとうございます。はい、はあ、どんな時も。そうです、引いちゃっていいですか。やばい。じゃあちょっと下げてもらえますか。じゃあ下げだけ、はい、はい、そうですね、はい、ちょっと ございます。リクエスト嬉しい。歌うと思ったんですけど歌詞がダメ。どんな時もダメ。ダメ。歌ったらダメ。あれ、怒られた。ダメ。目が怖い。でも歌いたくなっちゃう。そうそうそう、ぐらい素敵なピアノ。ごめんね、ちょっと振り付けだけど。マッキーの気持ちになって、はい、素晴らしい、ね、いいですね、パッとできるのもね。
キノコ。あ、キノコね。なるほど。あ、それやりたかったね。すごい。お、ね、いろいろできるんですよ。そっかそっか。なるほど。さっきキノコやろうとしてた。俺何をやるのかなと思ったら。すごい。よく音も瞬間的に音色もね。設定してるんだ。なるほど。設定してんだ。よい早いな。どこで使うんですよ、この音を。あ、やっぱ受けますか。受けますね。急にマリオとかやると。そうだよね。確かに。それはそうかもしれない。そう。ねえ。なんかそっちの方に持っていかれたね、キノコはね。じゃあ。そう。今日はね、キノコの日ということで。あ、なるほど。好きなキノコは ありますか。好きなキノコ。おぉ。がん予防にもなるって言ったかな。うん、おでんに入ってる、うん、なんだっけ、えのき。あ、なんだっけ、忘れちゃった。えのき。おでん。なんだっけ。わかんない。おでんにえのき。えのきじゃない。なんか、なんか。まいたけ。そう。じゃあ、お鍋ですよね。お鍋。おでん。おでん。うん。えのきじゃなかったっけ。まあいいや。まあえのきは好きだということで。はいはいはい。はい、なるほど。でも体にいいですからね、うん。なんかマッシュルームが万能らしいですよ。あ、うん、そうなんですね。美肌と、あ、でもあとむくみ取れたりとか、老化防止とか。老化防止か。聞いたことが。食べないとな。本当に。なるほど。そうですね。そうですね。そうなんですよ。えのき。でもまあはい、そうこうしているうちに時間もあれなんですけども、はい、告知の方、はい、ね、はい、あるんでございますね。させていただきます。はい、じゃあまずですね、10月じゃないや、11月、はい、いつだっけ、3日、はい、はい、11月3日、はい、こちら、パーカッショニストの松尾弥生ちゃんの、はい、11月3日ボリューム1、ボーダーレスプロジェクトの、はい、ボリューム1キーボードナイトっていうのに、出演します。なるほど、はい、ただ、はい、今ね画像も出てますけど、 ありがとうございます。キーボードナイトなのにキーボードを弾くのは俺だけなんですけども。あ、そうなの。あとねマリンバとか出てくる。え、これじゃあそういう意味ではないんですか。そう、でもなんかまあマリンバもなんかキーボードみたいなね、鍵盤の並べしてるからってことなのかもしれないですね。そうなんですかね。なるほど、はい、これに出演します。あ、なるほど、すごいですね。もう一点が、はい、もう一点、はい、11月9日ですか。はい、11月9日、これはですね趣味枠になっちゃうんですが、うん、ガチです。11月9日、シンガーソングライターの知念蓮さんも、出演します。ほうほう、ミスターチルドレンの、コピーイベントですね、ハッピーチルドレン、のボリューム3、ミュージックシャワー、こちらに出演いたします。これちょっとだけなんですけどね、その知念蓮さんって方ともしかしたらコラボするかもしれないです。ちょっと有名なお方です。あ、そうですね。はい、ミスチルの不安イベントってあるんですね。あります。ではもうガチで、はい、ミスチルのカバーをやると。そうです。コピー、もう生バンドで。へー、はい、すごいですね。ですです。楽しみです。そうです。大ファンですもんね。そうなんですよ。もう15年くらい前から大ファンで。ね、はい、なるほど。そして、なんか、はい、今回、はい、ちょっと、お初に、そうです。告知する。じゃんじゃじゃーん、昨夜お知らせさせていただきました、クッチーサードソロワンマンライブが、決定いたしました。こちら日付がですね、来年の4年に一度しか来ないうるう年の日、2月29日土曜日です。はい、場所はですね、神奈川県の東林間の駅から徒歩 2,3 分くらい、カフェ&ライブバーの J フレックスというところです。そして今回は史上初の2部制でございます。あら、はい、第1部と第2部がねございます。画面の方見えるでしょうか。お昼の部と夜の部があるんですけれども、はい、ここでどちらも内容が違いますからね。あ、どこ、ちょっと下げて下げて下げて、上げて上げて上げて、ごめんなさいね、ごめんなさいね。そう、あります。そしてね、お楽しみもあるんで、これね、1部も2部も参加していただいた方はですね、はい、おまけで、特典がつきます。クレープもしくはタピオカドリンクが、つきますので、よかったらね、どちらも公演内容違いますので、よかったら見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。なるほど、今をときめくタピオカでございますね。そうです、流行りですね。タピオカさん増えてますからね。増えてますよ。千住でも今2件増えましたからね。本当ですか。そうなんですよね、本当に。いやいや、まあでもこれがお初の告知ということで、はい、そうですね、はい、ね、先日やる上とまんまやられた感じとはまた違った。そうです、いいですね、それもね、
またいろんな形で、ね、はい、いろんなサプライズも考えてますので、はい、楽しみにしててくれたら嬉しいです。ぜひ楽しみにしていただけます。タイトル言ってなかったね。あ、そうだ。サードワンマンライブ、タイトル決定しました。これも初公開です、はい、ラブレター for your smile です。あら、ラブレター、ラブレター for your smile、うん、はい、意味についてはまた後日ね、ツイッターとかでお知らせしようと思ってますが、はい、はい、また春をイメージした、公演になっておりますので、なるほど、ちょうどね、時期的にもちょうどいいと思いますので、どうか楽しみにしててください。楽しみでございますね、本当ね、もうあっという間の1時間、ね、でも音楽番組としてはこんな感じで、はい、じゃあなんかセッションしようかとかね、はい、なんかいいですね、いいです ね、全然やりますよ、ものすごくシュールな感じで 見てると思いますけども、ね、はい、ね、そんな感じでございますけども、うん、あっという間でしたね、大丈夫でした、大丈夫です、なんか言い残したことございませんか、うん、いや、もう思い残すことはないですけど、うん、もう来年も引き続きソロでもまたサポートでもね、うん、活動していきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。素晴らしい、滑舌悪いんですかそれで、今日は絶好調ですよねですよねテンションが上がったからだね、きっとね、うん、すごい。このクッチーさんの情報ってどこで見れますかね。クッチーの情報はですね、ツイッターもやってます、フェイスブックも本名でやっております、はい、インスタグラムもやっておりますが、あ、インスタもやってるんですか、はい、あと公式サイトもねありますんで、うん、こちらの方、そうね、持ってくればよかったね、 QR コードがね、あ、これ実はあれですよね、待ってました、そうなんですよ、そうそう、このね、星の金貨の、はい、このアルバム CD の帯にも写真写真載ってるんでございますよ、本当に、ちっちゃいかな、こうかな、大丈夫、多分これでもあるんで、はい、ね、そちらの方もチェックして、まずこれを購入していただいて、はい、これをぜひぜひ、ね、見ていただければそうですね、これは配信にも飛べる QR コードですのですいませんね、いろいろごちゃごちゃしちゃってね、ディレクター泣かせですよね、いえいえ、ここ今スキャンできる方、よかったらスキャンしていってくださいね。あ、なるほど、 YouTube からでもスキャンできるのかな、はい、できると思います、はい、QR コードはね、変わってないですので、そうですね、すいませんね、準備不足で申し訳ないですということで、あっという間の1時間でございましたけど、はい、ね、今日は本当にありがとうございました、こちらこそありがとうございます、またちょっとね、はい、本当はなんかワンマン前に来ていただいて、またちょっとセッションみたいなのやればいいですね。ぜひぜひ。ね、ぜひ。いいです。今度はね、セイディさんがなんか。何が？あ、いいんじゃないですか、セッションをやって。恥ずかしいな、ちょっと。ね。出しちゃう？マジで。これが生のいいところですよ。いや、ね、もちろんまた歌っていただいて。はい。ね。はい。楽しみです。もしなんか、ね、オリジナルもね。あ、そうですね。今作ってるんで、ね、最中だからね。はい。ぜひサポートで。贅沢。あ、とか言ってますけど。ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、今夜の千住でクロスエンタメライブいかがでしたでしょうか。この後、20時30分から千住でクロス C スタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに。そしてこの C ウェブチャンネルですね、はい、皆さん登録ぜひぜひしてください。お待ちしております。お願いします。はい、改めまして、今夜のゲストはキラキラ王子ことクッチーさんでした。どうもありがとうございました。この番組はまた来週。見てね、どんな時も、どんな時も、